こんばんは。あれ、今日は今日は三輪が、はい、三輪ちゃん久しぶりですね。ガチ痛そう今。今の巣？今日変なテンションなんですよ。今の巣なのこの人。本当？弓は成人式以来です、ね。そうですね。波長が合ってるんだか合ってないんだか。今日伝説のあの三輪ちゃんとスピードをやります。すごいしな。この人大丈夫か。できるのかこの人。ちょっと勝てる気しかしないです。うん、私もユンちゃんが勝つに一票。まさかの負けたらどうしよう。そうですね。じゃあやってみましょう。はい、はい、セット、はい、お、はい、いきますよ。はい、せーの。おおおおお、なんかいい勝負なんじゃないか。なんかすごいまったりできる。せかせかしてない。ちょっといつも激しくて飛んじゃったりするんで。前回飛んでましたね。全然出せてないぞ一人。黒全然出てないぞ。大丈夫か。待て。手は動いてるけど全然出してないぞ。あれ。スピード。イエーイ。イエーイ。ちょっとなんかね、なんか欲しかったな。ここで三輪が勝つ。三輪が勝つっていうところがやっぱ面白いところでしたよね。視聴率。視聴者。皆さんそういうことを望んでた。当たり前すぎて面白くない結果です。許す。面白いです。またリベンジしたいと思います。次は誰に決闘。いや、私です。リベンジマッチです。練習してってください。一人で家で一人でいい。できねえ。絶対できねえ。あ、愛犬と練習してください。じゃあカンタと練習してください。今熱子もいるんですか。熱子。それ絶対違うやつと混ざってるよね。メインって聞いてくれ。カンタと熱子って。あ、この二人は面白いです。ではそんな筑波店でした。バイバイ。